阪神タイガース5、3東京ヤクルトスワローズ、13日、京セラドーム大阪。阪神の梅野龍太郎捕手が5回に左手首に刺球を受け、悶絶するシーンがあった。大阪市内の病院で、左尺骨の骨折、と診断され、岡田監督は今季絶望を示唆した。写真、刺球科にベンチの岡田監督は爆発寸前を怒りにじませる。4-3 の5回1し、ヤクルト、今野が投じた7球目144キロ直球が左手首に直撃した。梅野はその場に倒れ込み、ベンチからトレーナー、今岡打撃コーチが心配そうに飛び出した。捕手がアウトコースに構えた1球が逆球となってしまった。一旦治療のため、ベンチに下がった梅野。右翼席からは、頑張れ、頑張れ、梅野。のコールが飛んだ。しかし岡田監督は梅野に代走、坂本を告げた。この試合2個目の四球にスタンドからは怒号が飛んだ。梅野は固定した左腕を三角巾で吊った姿で、何も言うことはありません、と無念の表情で迎えのタクシーに乗り込んだ。診断結果は左尺骨の骨折で岡田監督は、今年は無理でしょ、と今季絶望であることを明かした。首位を走る阪神にとって大きな痛手となりそうだ。